人、物、金をテキサスへ、 CCIM のループです。私が属している倫理法人会は9月から新年度が始まります。今日はアメリカの倫理法人会、カリフォルニア州倫理法人会の始め式が開催されました。今回はこの世界、実は民主主義国家というのがもう3割未満に減っているという話をさせていただきます。この記事は日本経済新聞ニューヨークの吉田香織さんの記事を参考にしています。ニューヨークで開催中の国連総会は3年ぶりの対面会談となりましたが、国連改革など具体的な成果は見られませんでした。この混迷の背景には強権国家の構成に加えて民主主義の劣化、そしてそれに失望した新興国の離反があります。世界の10人に7人が強権国家に住んでおり、民主主義は今や3人未満。これはイギリスのオックスフォード大学の研究者が運営している Our World in Data の調査で分かったことです。強権国家の強権主義の台頭が民主主義国家に住む人口というのがこの10年間で2割以上も減っています。今では全体の 29.3% と強権国家の 70.7% の半分に満たない少数派に転じてしまいました。2016年以降、ジンバブエやベネズエラなど20カ国が権威主義に変わりました。民主化した国の3倍のペースで増え続けています。こうした傾向は冷戦全盛期の1975年以来ということです。この9月の国連総会の一般、対論演説では欧米首脳らが民主主義の体調、潮が引くですね、これに懸念が相次ぎました。EU、欧州連合の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表は9月24日、我々はナラティブ、物語の戦いに挑まなければいけないと危機感をあらわにしました。歴史的、文化的な背景からいかに自分たちの陣営が正しく、敵対勢力が間違っているかを説くという物語なんですね。これが今国際外交の場で注目を集めています。国際世論を動かす力となり、時には侵略や虐殺をも正当化してしまうということです。このナラティブに力を入れているのがロシアや中国など強権国家の強権国家なんですね。ヨーロッパやアメリカというのは植民地支配を続けてきたと、そういったアフリカ諸国にロシアは旧ソ連時代から独立を支援した経緯を訴えています。ボレルさんはこの欧米間というのは自分たちが正しいと思い込んでおり、そういった他の国々を説得すらしないと懸念しています。国連投票の結果でもですね、この民主主義陣営が押され気味ということがわかります。例えば3月ウクライナ侵攻をしたロシアに非難する決議が加盟国193カ国のうち141カ国が賛成しました。しかしながら9月にこのウクライナによるビデオ演説を認めるかどうかという決議では賛成が101国まで減りました。とりわけアフリカ勢が造反したということです。アメリカやヨーロッパ、日本、これはウクライナを支援しているわけですけども、この民主主義を守る戦いと強調していることは全然新興国には響いていません。
欧米に対する、根深い、この不満に、ロシアのこのナラティブっていうのが重なって、新興国の心は跳ねつつあるんですね。肝心のアメリカや、ヨーロッパでこの民主主義が後退しているという現実もあります。イギリスのエコノミストによると、世界の民主主義ランキングで2010年にアメリカは19位でした。これが2021年は25位に後退しています。トランプ前政権以降、アメリカのこの分断というのが民主主義の失敗だとして世界に失望を広げたわけです。中国の台頭もあります。中国の開発独裁型の経済成長に加えて、ハイテク部門の、監視、そういったことに対して自国統治の優位性を誇っている、この中国モデルを支持する新興国が相次いでいます。民主主義陣営と強権国との間が、独自色を出そうと動いているトルコやインドといったこの第三勢力も増えています。吉田香織さんは最後に、米欧日が自らの民主主義を鍛え直す、これができなければ国連の漂流ですね、もう続きそうだと締めていました。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。